今日のニュースにもありました。稲葉市ですが、今年も頻繁に濃霧が観測されています。実はこれは、ここ数年見られるようになった異常気象で、原因はよく分かっていません。周辺にお住まいの方はご注意ください。今日は稲葉市の事件について時間を延長してお伝えしました。まもなく午前0時です。ようこそ。ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。再びお目にかかりましたな。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたは日常の中で無意識に目覚めを促され、内なる声の導く定めを選び取った。そして見事力を覚醒されたのです。これをお持ちなさい。今宵からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私どもの手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。結構。あなたが手に入れられたペルソナ、それはあなたがあなたの外側の人物と向き合った時表に現れ出る人格。様々な困難と相対するため自らを鎧う覚悟の仮面とでも申しましょうか。しかもあなたのペルソナ能力はワイルド、他者とは異なる特別なものだ。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。そういわば数字のゼロのようなもの。ペルソナ能力は心を御する力。心とは絆によって満ちるもの。他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。コミュニティは単にペルソナを強くするためだけのものではありません。聞いてはそれはお客様を真実の光で照らす輝かしい道しるべともなってゆくでしょう。あなたに覚醒したワイルドの力はいずこへ向かうことになるのか、ご一緒に旅をしてまいりましょう。では再び見えます時までごきげんよう。よう、おはようさん。昨日の夜中の見たの、誰だかいまいち分かんなかったけど、あれに映った以上ほっとけない。とにかく放課後様子見に行こうぜ。クマからなんか聞けるかもしんないし。
また誰かが放り込まれたんだとしたら、やっぱマジでいるのかもな、犯人。被害者が死ぬ直接の原因は、あの世界のせいかもしれないけどさ、あの世界を凶器として使ってる奴がいるなら、許せないよな。だからさ、絶対、俺たちで犯人見つけようぜ。だって、警察が捕まえられるか？人をテレビに入れてる殺人犯なんてさ。そっか、お前がそう言ってくれんなら心強いよ。実は昨日さ、俺んちのテレビで試したら頭突っ込めたんだよ、お前みたいに。俺が一人でテレビに入れたの、あの力が目覚めたからかもな。ペルソナだっけか。もしかすると事件を解決するために俺たちが授かったもんかもしれないよな。けどテレビに入るのもペルソナもお前が最初にやってのけたんだよな。お前となら犯人見つけてこの事件を解決できそうな気がすんだ。まあよろしく頼むぜ。能力は心を御する力。心とは絆によって満ちるもの。他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。里中、その、昨日は悪い、心配させて。そんなことより、ユキコ、まだ来てない？え？あ、天木？さあ、まだ見てないけど。嘘、どうしよう。ねえ、あれってやっぱ本当なの？その、真夜中テレビに映った人は、向こう側と関係してるってやつ。まあ、今ちょうどその話しててさ、後で確かめに行こうかって。昨日映ってたのユキコだと思う。あの着物、旅館でよく着てるのと似てるし、この前インタビュー受けた時も着てた。心配だったから夜中にメールしたんだけど返事来なくて。でも夕方頃にかけた時は今日は学校来るって言ってたから。私分かったから落ち着けって。で、メールの返事はまだないのか？うん。それ、どういうこと？まさかユキコ、あそこに入れられたってこと？わかんねえけど、そういうことなら、とにかく天城の無事を確かめるのが先だろう。里中、天城に電話。留守電になってる。出ないよ。マジかよ。じゃあまさか天城はあの中に？やめてよ。きっと他に何か用事とか。あ、旅館の方で手伝いしてるかも。そしたら携帯出れないと思うし。手伝いって学校休んでか？とにかくかけてみる。天城屋旅館は。ユキコ、お願い。
キコ？よかった！いたよ！あ、そっか。なんでもないっす。また後でメールするから。よかった。ユキコいたよ。急に団体さんが入って手伝わなきゃいけなくなったって。ああ、そういや今までも年に1回くらいはこういうことあったっけね。明日もずっと旅館の方にいるって。って花村、いらない心配しちゃったじゃん。てか全然無事じゃん。まさか天城はあの中にとかってさ、まったく。悪かったって。けど俺らもそう思いたくなるわけがあんだよ。どんな？俺たち真夜中テレビに映るのはあっち側にいる人だって思ってたんだ。だってそうだろ、テレビの中にいるからテレビに映っちまう。いかにもありそうじゃん。でも天城はちゃんと現実にいる。どういうことか確かめた方がいいかもな。よし、放課後ジュネスで待ち合わせようぜ。俺準備して先行ってるな。まあ、俺の痛い体験とかその辺はいいからな。そんな話普通絶対信じないよね。実際にあの中見てなかったら。まったくだぜ。でとにかく中の様子を知りたいわけなんだけど、なんで今日に限って客がこんなに。そういや今家電はセール中だっけか。なんとかクマくんの話聞けないかな。そうだ、ちょっと来てみ。なあ、手だけ突っ込んで呼んでみね。どうせクマ入り口でうろうろしてんだろう。里中、お前はこっちね。俺と一緒に壁やって。壁？でかいって。歯型ついてるし、ちょ、大丈夫？うわ、痛そう。もう、クマの仕業だな。おい、クマ吉、そこにいいんでしょ？なになに？これなんの遊び？遊びじゃねっつの。今、中に誰かの気配はあるのか？誰かって誰？クマは今日も一人で寂しんぼだけど、むしろ寂しんぼいだけど。うっさい。けど誰もいない。本当に？あ、嘘なんてつかないクマ。クマの鼻は今日もビンビン物語クマ。あたしやっぱりユキコに気をつけるように言ってくる。土日は旅館が忙しいだろうから一人で出歩いたりしないと思うけど。そうだな、月曜一緒に来るんだろう。うん、家まで迎えに行く。もしかしたら今夜の真夜中テレビでまた何かわかるかもしれない。全部勘違いならいいんだけどな。今日見たら電話するわ。携帯の番号教えてくれ。じゃあ今夜見るの忘れんなよ。やっぱこれ以上は出なそうっすね。犯人に直接つながる物証はなしか。まだ殺しと決まったわけじゃない。殺しですよ絶対。あんな痛い事故死なわけないですって。なあなあ、警察でも死の状況をつかめないのに同じ格好の仏が2つ。これで殺しなら鉄板で同一犯による連続殺人だな。けどだとするとどういうことだこりゃ。
最初は三角関係のもつれに間違いないって思ったんですけどね。事件当時、歌手の柊木美鈴は海外公演中でアリバイが固い。通話記録もある。というか、そもそも愛人問題がメディアに出たのは美鈴本人が会見で暴露したからだ。これから殺そうってのに、わざわざ自分に疑いが向くようなことを言うやつはいない。ですよね。旦那の生ため太郎にしても、いくら揺さぶっても何も出てこないしな。奴はここ半年は中央で仕事をしていた。スキャンダルで最近町に戻ってきたらしいが、事件当時は市外の議員事務所に詰めてた。もちろん山野真由美の死んだ日もだ。泊まり込みで作業していたと裏が取れてる。おまけに山野の方にも失踪前後に生ためと接触した形跡は全くないと来てる。この事件で騒がれたせいで生ためのやつ秘書クビになってますからね。生き残った関係者の中じゃむしろ一番の被害者じゃないですか。ああ、確かにな。しかも2件目の小西咲、最大の接点は遺体発見者ってところだが、口封じとしちゃおかしい。小西の死は1件目が世に出た後だし、それにあの遺体、隠すどころか見てほしいって風だ。他のつながりって言いや、会社の山野が死の前に滞在した宿の娘と同じ高校ってくらいか。だが動機と全然絡まねえし、こんな人の少ない田舎じゃそんくらいの偶然はあるですね。ニュースで見たっすよ、その辺。何？宿の話もう出てんのか。よし、わかった。やっぱあれじゃないですかね。遺体の状況に僕らが見てもわからない小西咲だけにわかる何かがあったとか、それを口封じしたかったんですよ、きっと。ともあれ、今は会社周りをしつこく洗うしかねえが、犯人町の人間だな。あ、出ましたね、刑事の勘。勝負しよう、ハートみたいなね。もう私用のホストクラブをぶっ立てるぐらいの意気込みで、じゃあ行ってきます。おい、見たか今の。天城だよな、顔本人だったし、つか名乗ってたぜ。けど言ってることおかしくなかったか。しかもなんかバラエティ番組みたいな。なんだこれ、今までのもこうだったのか。どうなってんだ一体。そうだな、あいつから天城に連絡してもらおう。明日は日曜だし、朝一でジュネスに集合な。早起きだったから一緒に起きた。帰り遅いって。出かけるの？留守番できるから。起
気圧が張り出し、終日お出かけ日和の晴れとなるでしょう。続いて週明けの空模様です。晴れだって。洗濯物干そうっと。行かないの？悪い、お待たせ。バックヤードからいいもの見っけてきたから。見てみ、どうすかこれ。いくらペルソナあるからってゴルフクラブじゃ心もとないからな。つうわけで、お前どっちにする？おっと、分かってんじゃん。これジュネスオリジナルブランド、歯は偽物。でもって俺は、あ、意外に両方ってありかもな。こんな感じとか、それともこうか、逆にこうとか。挙動不審の少年二人組を発見。刃物複数所持、至急応援元。は？あ、いや、ちょ、いや、なんでもないっすよ。これ別に万引きとかじゃなくて。いや、疑ってんのそこじゃねえか。てか別に怪しくないっす。あと、俺ら刃物マニアっていうか、あー、それも危ない話っすよね。とにかく詳しい話は書で聞く。それを床に置きなさい。では頭の上、早く。いや、でもこれは、なんだこの野郎、やろうっちゅうの。お前、こういうバカをするタイプには見えなかったがな。今いろいろ起きてるのは知ってるんだろう。あちこちに警官が配備されてる。ったく、俺が偶然いなきゃ補導歴がついてたとこだ。すんません。え？じゃあ、いなくなったのってやっぱ天城屋の？ああ、でもまあ高校生だ。ただ家出とかって落ちかもしれんが。今の天城屋って、じゃあやっぱり。ん？やっぱり？あ、いや、なんでもないです。こっちは今事件で忙しいっていうか、いろいろとデリケートなんだ。ニュースで知ってるだろう。これっきりにしろよ。じゃ、帰ってよし。おっと、ごめんね。あれ、君もしかして堂島さんとこの？あの、ちょっと聞いてもいいですか？その天城のやつ、あ、つか天城屋の天城由紀子のことですけど、もしかしていなくなったんですか？え、ああ、ね、言っていいのかな。まあ天城さんと友達なら特別だよ。天城さん、昨日の夕方ぐらいから急に姿が見えなくなったって、ご家族から。土曜だから旅館の人はみんなキリキリ舞いで、夕方頃は誰も天城さんを見なかったって。ああ、でもまだ事件って決まったわけじゃないから。ただ失踪した人が霧の日になんてのが続いてるから、署内も過敏になってて。あ、君たち何か聞いてない？本人が例えば辛そうだったりとか。え、辛そう？ほら、一件目の殺人の前、例の山の穴が天城屋に泊まっててさ。山の穴、接客態度のことでおかみさんにひどい言葉浴びせたみたいなんだよね。で、おかみさんがストレスで倒れちゃって。ほら、天城さん、おかみさんの娘なわけだし、あ、まあそのいろいろ思うじゃない。天城さん、家出とかほのめかしたりしてなかった？じゃないと、何か都合悪いことがあって隠れてるとか言ってるやつもいてさ。ああ、なんかこれ言っちゃいけないかも。やば、言っちゃまずかったかな。足立、部外者と立ち話してんな。コーヒーまだかよ。すんません、今行きます。ごめん、今のなし、忘れて。
なあ、さっきの刑事、まさか天城のこと。あ、いた！ちょっと何やってんの？すっごい探したんだから。いや、まあ、ちょっと誤解されてさ、後で話すって。それより天城だよ。え、もう知ってんの？携帯、何度かけても連絡つかなくて、家行ってみたら、ユキコ、本当にいなくなっちゃってて。やっぱ行ってみるしかないな。それより、警察が妙なこと言ってる。天城が都合悪いことがあって隠れてるとか。天城のお袋さん、山の穴にいびられて倒れたらしい。動機があって、しかも揉めた直後に山の穴死んだから。何よそれ、ユキコが犯人って流れ？なわけないじゃん。俺にキレんなよ、分かってるっつの。チックスちゃん、やばい目に遭ってんの天城の方だってのに。だよね。とにかくそれからだって。警察こんなじゃ、やっぱ俺らが行くしかないだろう。私も行く。行くからね。絶対ユキコ助けるんだから。大丈夫かお前。けど、参ったな。丸腰なんだよ。また何か武器になりそうなもん見つけないと。武器？私知ってるよ。とにかく一緒に来て。ほら、ここ。な、何や？一応、工房？金属製のいろんな刀とか売ってんの。おかしいだろ、なんで知ってんだこんな店。あ、わかった。お前カンフー映画の見すぎで。違うっての、男子が言ってたの。武器とか鎧とか売ってるって。ほら、これとか強そうけど、重いかな。なあ、里中、やっぱ危ねって。気持ちはわかるけど。分かってない、分かってないよ。ユキコ死んじゃうかもしれないんだよ。私絶対行くから。なーに、大丈夫だって。運動神経だったら負けないんだから。あのさ、真面目に言ってんだ。向こうのこといろいろ分かんないだろ。忠告聞けないなら来ないで待ってろ。行く気なら体守れる防具とかだけここで用意してくれ。分かったよ。けど、どれ選んだもんかな。なあ、俺の分も見立てしてくれないか。お前、今んとこ戦力的に切り札だから、お前が戦いやすいのが一番いいと思う。こっちはもう買ったよ。そっちは？つか、俺らここで武装しちゃったら、また警察連れてかれるよな。かといってジュネスの中、こんな物騒なもん下げて歩けないし。制服着ちゃえばよくない？上から。結構わかんないと思うよ。しょうがない。それで行こう。じゃあさ、一旦解散して準備しようぜ。夕方のセール終わんないと店も混んでるし。警察いたら3人一緒じゃ目立つだろ。じゃあ後でジュネスのフードコートに集合ね。始まりますな。ではしばしお時間を拝借するといたしましょうか。お待ちしておりました。あなたに訪れる災難、それはすでに
人の命をも奪い取りながら迫りつつある。ですが恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力をお持ちだ。いよいよそのペルソナ使いこなす時が訪れたようですな。あなたのペルソナ能力はワイルド。それは正しく心を育めばどんな試練とも戦いうる切り札となる力。私どももそのためのお力添えをしてまいります。私の役割、それは新たなペルソナを生み出すこと。お持ちのペルソナカードを複数掛け合わせ、一つの新たな姿へと転生させる、いわばペルソナの合体でございます。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れずつかみ取るのです。カードを手に入れられたなら、ぜひともこちらへお持ちください。しかもあなたがコミュニティをお持ちなら、ペルソナはさらに強い力を得ることでしょう。あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるがよいでしょう。右手に見えますのはペルソナ全書でございます。お客様がお持ちのペルソナを登録されることで、それをいつでも引き出せる仕組みでございます。ご利用の際は私にお気軽にお申し付けください。それともう一つ、今宵はあなたの旅をお手伝いさせていただく新しい住人をご紹介いたします。マリ、分かってる、聞こえてる、よろしく。え、ああそっか、そういえばあったかも。だから見たことあるんだ。失礼いたしました。こちらマリーでございます。彼女の魂は未だ幼く。うるさい、余計なこと言わないでよ。ご覧の通りでございます。ご無礼があるかもしれませんが、見習いとご理解いただいてどうかお許しください。マリーが取り扱うのはスキルカードでございます。カードを用いることでお客様のペルソナに新たな力を与える仕組みでございます。また彼女はお客様がここではない世界と絆を結ぶための手助けとなるでしょう。こちらは追ってマリーよりご連絡させていただきます。ご利用の際は本人にお気軽にお申し付けください。覚えておいでですかな。以前私は申しました、あなたの運命は節目にあり、謎が解かれねば未来は閉ざされるやもしれないとね。言葉の通りでございます。戦いに敗れる以外にも終わりはあり得る。夢夢お忘れになりませぬよう。次にお目にかかります時は、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。楽しみでございますな。ではその時までごきげんよう。制服日曜だからちょっと目立つな。もうじきタイムセール終わるから人も少なくなるはずだ。そろそろ行くか。里中、やっぱりお前行くからね。絶対無理すんなよ。本当にあん時のクマ、
何やってんだお前。見てわからんクマ、いろいろ考え事してるクマ。それでクマはこんなに困ってるのに、あ、ダジャレ言っちゃった。うぷぷ。で、何かわかったのか。ま、考えても無駄かもな。お前中空っぽで脳みそもねえだろうし。しっかりだけど、確かにいくら考えてもなあもわからへんがね。うっさいよあんたら、くだらないこと言ってる場合。それよか、昨日ここに誰か来たでしょ。なんと、クマより鼻が利く子がいる。クマ、お名前何クマ。お名前知恵だけど、それはいいから、その誰かのことを教えてよ。確かに昨日、君らとお話ししたちょっと後くらいから誰かいる感じがしてる。クマ、天城なのか。クマは見てないからわからないけど、気配は向こうの方からする。クマ、多分あっち。クマ、あっちね。みんな準備はいい？ああ。何ここ、お城？もしかして昨日の番組に映ってたのここなのかな。あの真夜中の不思議な番組、本当に誰かが撮ってんじゃないんだな。番組？知らないクマよ。何かの原因でこの世界の中が見えちゃってるのかもしれないクマ。それに前にも言ったでしょうが、ここはクマとシャドウしかいないんだってば。誰かが撮ってるとかそんなのないし、初めからここはこういう世界クマ。初めからこういう世界って、それがよくわかんないっての。じゃあ君たちは、君たちの世界のことを全部説明できるクマ。とにかくその番組ってもののことはクマも見たことないからわからんクマ。っていうか、本当にただこの世界が見えてるだけなの？そもそもユキコが最初に例のテレビに映ったの、いなくなる前だよ。おかしくない？大体あのユキコが逆なんとかってありえないっつの。逆なん？俺もびっくりしたぜ。確かに普段の天城なら絶対言わないよな、あんなこと。もしかして前に俺に起こったことと何か関係あんのか？まだいろいろと分からないけど、君たちの話を聞く限りだと、その番組っての、その子自身に原因があって生み出されてるって気がするクマ。ユキコ自身があの映像を生み出してる？なあもうどういうこと？わけわかんない。ねえユキコ、このお城の中にいるの？聞いてる限り間違いないクマね。うん、でさ、逆なんて。ここにユキコが。私、先に行くから。あ、おい、一人で行くなって。まったく、俺らも行くぜ。無事か、里中。里中、赤が似合うねって。天城。私、ユキコって名前が嫌いだった。雪なんて冷たくてすぐ溶けちゃう、儚かなくて意味のないもの。でも私にはぴったりよね。旅館の跡継ぎって以外に価値のない私には。だけど知恵だけが言ってくれた。ユキコには赤が似合うねって。これ天城の心の声か。確か小西先輩の時も聞こえた。そして多分この場所はユキコって人の影響でこんな風になったクマ。ユキコ、知恵だけが私に意味をくれた。
知恵は明るくて強くて何でもできて、私にないものを全部持ってる。私なんて知恵に比べたら、知恵は私を守ってくれる。何の価値もない私を、私そんな資格なんてないのに、優しい知恵。ユキコ、私優しい知恵だってさ、笑える。あれってまさか陽介と同じクマ、抑圧された内面、それが制御を失ってシャドウが出たクマ。ユキコが、あのユキコが私に守られてるって、自分には何の価値もないってさ。そうでなくっちゃね。あんた、何言ってんの。ユキコってば美人で色白で女らしくて、男子なんかいっつもチヤホヤしてる。そのユキコが時々私を卑屈な目で見てくる。それがたまんなく嬉しかった。そうよ、ユキコなんて本当は私がいなきゃ何にもできない。私の方がずっと上じゃない。違う、私そんなこと。どうすりゃいいんだ。今はとにかく知恵ちゃんを守るクマよ。やだ、来ないで、見ないで。里中、落ち着け。違う、こんなの私じゃない。バカ、それ以上言うな。そうだよね、一人じゃ何にもできないのは本当は私。人としても女としても本当は勝ててない、どうしようもない私。でも私はあのユキコに頼られてるの。だからユキコは友達、手放せない。ユキコが大事。そんな、私はちゃんとユキコを今まで通り見ないふりで私を押さえつけるんだけど、ここでは違うよ。いずれその時が来たら残るのは私。いいよね、私もあんたなんだから。黙れ、あんたなんか。ダメだ、里中、なんか私じゃない。里中、来るクマ、二人の力でちいちゃん救うクマよ。泣きわめけ。我は影、真なる我。なに、あんたら本物さんをかばい立てする気？だったら痛い目見てもらっちゃうよ。うるせえ、おとなしくしやがれ。里中、嫉妬の辛抱だからな。さーて、そんな簡単に行くかしら。大丈夫か、必要なら防御クマ。そら、里中、大丈夫か？さっきのは？何よ、急に黙っちゃって。勝手なことばっかり。よせ、里中。だって。
でも私、こいつの言う通りだ。俺もあったんだ、同じようなこと。だからわかるし、その誰だってさ、あるってこういう一面。あんたは私の中にいたもう一人の私ってことね。ずっと見ないふりしてきたどうしようもない私。でも私はあんたで、あんたは私なんだよね。私、その、あんなだけど、でも、ユキコのこと好きなのは嘘じゃないから。バカ、そんなの分かってるっつの。おい、里中。平気、ちょっと疲れただけ。平気じゃねえだろ、どう見ても。それに多分お前、俺たちと同じ力使えるようになってるはずだ。なあ、どうする？そうだな、里中を休ませないと。勝手に決めないでよ。私、まだ行けるんだから。無理しちゃ、悪魔。別に信じてないわけじゃねえよ。ただ、俺らは天城を絶対助けなきゃなんない。俺たちと同じ力があって一緒に戦えるなら、回復しといてもらった方が心強いってこと。そのためにも一旦戻って体勢を立て直すべきって言ってんだ。でもユキコはまだこの中にいるんでしょ。あ、私、さっきのがユキコの本心なら、私伝えなきゃいけないことがある。私、ユキコが思ってるほど強くない。ユキコがいてくれたから、二人一緒だったから大丈夫だっただけで、本当は。なら、それを伝えるためにも、まず君が元気になる、クマ。ユキちゃんは普通の人、クマ。ここにいる影は普通の人間は襲わない。襲うのはここの霧が晴れる日、クマ。それまでは天城は無事だってことだな。まず間違いない、クマ。どういうこと？どうやら俺らの世界と霧の晴れる日が逆さらしい。ここが晴れる日、俺らにとったら霧が出る日に、被害者は影に殺される。つまり一旦外に戻っても、町に霧が出るまでは天城は安全ってことだ。間違いない。前の山のアナや先輩の時も状況は同じ。知ってるだろう、二人とも死体が発見されたのは霧の日だ。ここでもう一人の自分に殺されて。霧はだいたい雨の後に出るんだけど、街はここんとこ晴れ続きで、すぐ雨が降るって様子じゃない。大丈夫だって、戻ったらすぐ天気予報チェックしよう。でも、だからってやっぱりここまで来て引き返せないよ。ユキコがいるのに、一人で怖い思いしてるのに。じゃあこの先どんくらい進めば天城のところに着くんだよ。それは、敵だってこの先もっと強いやつが出てくるかもしれない。なのに無理してやられたら、他に誰が天城を助けてやれんだよ。俺たちは絶対に失敗できないんだ。違うか？分かった。さっきはごめんね、一人で勝手に突っ走っちゃって。気にしてねえよ、天城は必ず俺たちで助けるだろ。うん。
なんかこの前入った時より疲れた。頭もガンガンするし。花村たち平気なの？ああ、そうか。お前メガネしてないな。あ、そういやメガネしてんね。目悪かったっけ？お前どんだけテンパってたんだよ。じゃんじゃーん、ちえちゃんにも用意してあるくま。はーい、ちえちゃんの。うわ、なにこれ、すげー、霧が全然ないみたい。あるなら早く出してやれっつの。今用意したんだクマ。いきなり連れてくるから焦りクマ。なるほど、そういうことなんだ。モヤモヤん中どうやって進むのかと思ったよ。ねえ、これもらっていい？マッチのランクマ。今日のところは仕方ないけど、でもこれでリベンジできそう。二人とも勝手に行ったりしないでよ。じゃあ約束だ。俺ら全員の約束。一人では行かないこと。危険だからな。みんなで力合わせなきゃ。事件解決どころか天城だって無事に助けられないだろ。うん、そうだね。私も約束する。よし、じゃあ明日から放課後はできるだけここに来よう。ああ、もちろん学校ない日もな。なあ、俺お前にリーダーやってもらいたいんだけど。最初にこの力を手に入れたのはお前だし、それに戦う力もお前が一番すごいだろ。だからお前が探索のペース決めて俺らがついてくってのがいいと思う。お前にならついていける。そう言ってくれると思ったよ。俺はほら参謀向き、頭いい人のポジションでさ。私も賛成かな。君がまとめてくれるならなんか安心。クマも賛成かな。君がまとめてくれるなら夜も安眠。クマ黙っててくんない？私今疲労がピークだからさ。よし、とにかく今日は休んで明日からに備えようぜ。まずは天気予報の確認忘れんなよ。雨が続くと霧になるから注意しないと。あと準備も万端にな。以上、全国のニュースをお伝えしました。続いて、各地域ごとの話題をお伝えします。なあ、ちょっといいか。お前、妙なことに首突っ込んだりしてないよな。昼間の署でのことだ。ちょっと引っかかってな。もしかしてまだ何か言ってないことがあるんじゃないか。そうか、ま、なんとなく気になっただけだが。どうしたの？喧嘩してるの？いや、喧嘩じゃない。警察じゃないよ、ここ。こっちはお前を預かる身なんだ。おかしなことには首を突っ込むなよ。いいな。
象情報です。西からの高気圧の影響でこの先しばらくは春らしい晴れ間の覗く日が続くでしょう。このお姉さんがお天気決めるんでしょ？だってお姉さんが晴れって言うといつも晴れるよ。いや、お姉さんが決めてるわけじゃなくてな。まあいい。